今日曇るって聞いたんですけどね、バチクソ晴れてるんですけど。ということで、新たなるジグロット、こちらノースウォークコンポジット ZFX70H を使っては実況動画を撮っていこうと思います。で、タックルのご紹介。まずサオは、まあ今言った通りノースウォークコンポジット ZFX70H で、リールがメタニウム20のエクストラハイヤー、右巻き左巻きが欲しいです。ラインがフローの20ポンド、ジグ使うことがメインなんで20以下にすることはほぼないかなと思います。ルアーはこれを使うことが前提の竿だと意識して買ってるので、まさにその通りのルアーを選んでます。フルサイズのジグっていうやつですね。デプスのコンツァージグ8分の3オンスで、トレーラーがマックスセントのクリーチャーホックだっけをつけてます。で、縫い刺しにした状態でフィナのトレーラーなんかロックみたいなやつをつけてます。これはつけてからいらんなって思ってちょっと後悔してるやつです。はい、この感じ、このセッティングで、ね、やっていこうかなと思います。基本的にフルサイズのジグを扱うことが前提の竿ではあるだけど、まあ、これだけ使うわけではないからと思っていろいろ使っていきたいところではあるんですけど、今回はフルサイズのジグをメインにねやっていこうと思います。そしてこのフルサイズのジグね、何がフルサイズなのかって感じだけど、まあフックのサイズ感とかがねあって、全体のボリュームがでかいラバージグ、まあオールドな感じのクラシックな感じの普通のラバージグで、ちっちゃいわけじゃないっていうラバージグがいわゆるフルサイズかなっていう定義にしましょう今回は。で、ちょっと今だけこのフルサイズのジグっていうのは時代遅れな部分があるんですけれども、みんなの中でジグって言ったらもうスモラバかコンパクトラバージグじゃんね。フルサイズのジグなんか今だけ使ってる人そんなにいないとは思うんだけど、まあ、使ってる人はずっと使ってるだろうけどね。でもやっぱり流行りではないよねっていうのをあえて使う理由、単純にルアーのサイズ感ボリューム感が大きくなったからこその魚を釣り選ぶ能力っていうのが上がるっていうね。それでかい魚が釣れるってことだけど、スモラバだったらどうしてもね小バスとかが反応しやすくなってしまうんですけど、フルサイズのジグを使うことによって比較的大きい魚を反応させやすくなるかなというのが一つですよね。特にハイシーズンとかあえて基本的にいろんな魚が反応してくるんで、サイズ感ね、ちっちゃい魚からでっかい魚までハイシーズンだからこそあえて小さい魚を間引くみたいな考え方もありかなと思います。そのためのフルサイズのジグで、フルサイズのジグを扱う上ではやっぱりこういう 70H のジグロットね、単純な 70H って言ったら例えばファクトの 70HST とかあるじゃん、番手だけ見たら同じやんけって感じかもしれないけども全然違うっていうね。あの辺は例えばノーシンカーだったりとかライトテキサスだったりとかをきっちり扱う上ではすごく都合がいいんだけど、フルサイズのジグを扱うのにはあんまり良くない。この重たくてかつ抵抗の大きいルアーをしっかり動かす、しっかり投げるためにはティップは仕事しちゃダメなんですよね。ベリーから仕事させないとダメ、まあ、イメージ的には巻物ロッドみたいなテーパーになってくるのかな。でも巻物ロッドと違って乗せじゃなくて完全にかけ、パリッとした素材感っていうのも大事だから、まあ、ジグロッドは本当にジグ線ロッドですよねっていうところはあります。まあもちろんいろんな釣りに使えるとは思うけど、そういう特徴があるよっていうことですね。でこのフルサイズのジグを使うことによって魚を間引くっていうこともできるんだけど、あとアピール力があるがゆえに若干サーチ能力が高い、つまり普通のスモラバとかをペッ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 って投げてるとある程度刻んでいかないと魚が気づいてくれないってことがあるんだけど、フルサイズのジグはそこら辺ちょっと大雑把でもそのボリューム感とかパワーで魚が寄ってきてくれるかなって感じだから、広いエリアとか未知数のエリア、まあ、初見の場所とかね、そういった部分があればサーチの意味も込めてフルサイズのジグでいろいろ探っていくといいかもしれないですね。よし、ほら、へい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 、これよ、このパワーよ。でも30センチぐらいしかねえわ。よいしょ、いいね。お前に来るのがこれかい。
30ぐらいか、40ないぐらいだね。イエーイ、ぶっこ抜いたね。そっから落とした瞬間カリカリってきて、おうんってこっから引っこ抜いた。でフルサイズのジグを扱う時のなんかコツみたいなのはね、あまり細かくやんないってことだね。だからスモラボとかみたいに吊るしてシェイクとか、それやってもいいんだけど、多分それやるならスモラボに勝てないから、結構大味大味にやってった方がいいかな。競い合うの持ち味を生かせってやつだね。フルサイズのジグっていうのはフルサイズだからこそのパワーだったりアピール力だったりとか、そういった部分も機械使ってやるかなといいんじゃないかなって感じ。まあ、もちろんその単純に魚を釣る能力だけで言ったらね、スモラバの方が絶対強いとは思う。そこにいる魚になんとか口を使わせようって思ったら負けますよ。このジグに反応するビッグなやつを狙いたうぜっていう考え方で、そういった魚を探すっていう方にフォーカスを当ててやったらいいかなっていう感じはします。でフルサイズのジグの場合はトレーラーをワームに対して重りつけるみたいな、なんかわさわさして重りつけるみたいな、そんな感じ。だからジグは重りよ、メインはワーム。だからジグに負けない、例えばボリュームだったりパワーだったりっていうのがあるトレーラーをつけてやる方が、このフルサイズのジグに関しては釣れると思ってます。例えばトレーラーにエスケープツインとかね、こういうフリーチャーホック、だからジグを強調してやるんじゃなくてジグは重りだみたいなぐらいの認識をの方が釣れる気がします。気がしますぐらいです。例えば8分の3オンスのジグ 11g ぐらいでしょ、にエスケープツインとか 11g ぐらいでしょ、20何 g とかあるわけよ。4分の3オンスとか下手したら1オンスぐらいあるルアーがゴロゴロある。それを動かしたいってなったら竿にパワーは必要。よし、ジグスト、ジグジャークみたいなやつだけど、あ、バレた、嘘、バレる、そこで、マジで、キングが甘かったか、まあ、30ぐらいやったな、そんな効かなかったよ、まあ、ジグストね、シェイキングリトリーブよ。投げてシェイクしながらジグを泳がせる、まあそんだけよ。ただジグストってわりかしこう今みたいに縦さばきが多いじゃん、ラインがバーンって空気中に出てるから、ジグもフワ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 みたいな感じ。それをさっきみたいにジャーキングスタイルで竿を下に向けてビチ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 ってやると、アクションがダイレクトに伝わるからペン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 ってなる。これ多分ね、クリーチャーホックの扁平のボディも一役買ってると思うんだけど、ジャーキングスタイルのジグスト、まあジグジャークとしようか、したらいわば水中ドッグウォークみたいな感じ。マックスセントの匂いパワーとか一切使ってないけど、こんなやり方もありますよと。今のはそれでトン、イエーイ、ちょっと合わせが弱かったかな、もっと思いっきり合わせるべきだった。でもサイズがちっちゃかったからな。うるせえ、あぶねえ、あぶねえ、はい、結構長い、黒っ、よし、ゴミ溜りの下にいたわ、そこね、よし、こんなに、クリーチャーホークのテールブチブチに切れてるんですけど、おっと、メールが来た、芋じゃん、これやれ、これラバー芋判定 OK ですか？OK ですかね。クリーチャーホックのテールがちぎれても、目的はそのボディの分厚さからくるその匂い成分の含有量、含有だから、この含有された匂いをしっかり生きて生かしていきたいっていう意味があってクリーチャーホックなんですよ。ただホック系のワームでいいんであれば、クリッターホックとかでもいいんだけど、あえてクリーチャーホックへ選んでる理由は、このバルキーのボディが持つね、匂い成分の溜め込み具合だから、
確かボディさえ残ってりゃテールはお飾りかなっていうのがあってこのままやってます。はい、まあフルサイズのジグってもう今時ね使わない人も多いだろうし、実際釣れないけど、まあこれがあるから釣りが効率的になるっていうのはあるね。その狭い範囲の中でそこにいる魚になんとか口を使わせて釣ろうぜっていう考え方ではなくて、広い範囲の中からこいつに反応する魚を探していこうぜっていうのにまあ向いてるかな。場所場所によるけど、野池とかよりもそれこそ広いダムとか湖とかそっちの方がメインになるルアーかなとは思いますが、まあ野池長江でも別に使えないわけではないですし、まあ明らかにスモラバの方が釣れるけど場所が狭いからね。でまあそのあえてこいつを使ってやるっていうのも見識を深めるためには必要なことですから、こういったフルサイズのジグを扱うためにはこういったタックルセッティングが必要になってきますが、いやいやフルサイズのジグなんかその使わねえのにさ専用品揃えるのなんてって感じかもしれんけど、別にフルサイズのジグだけじゃないからねこいつが扱えるな、その他の部分を、まあ、今後見せていけたらなと思いますけど、まあ、とりあえず今回はこれぐらいにしておきますか。あんまりでっかい魚は釣れんかった熱いわ。しかしそれでは皆さんまたどこかでお会いいたしましょう。ソラララでした。Is that through it all? What will you